はい、あ、すいません、はい、コロッケっていくらでしたっけ？80円。あ、じゃあコロッケを、もうコロッケ3つお願いします。エビフライ120円。あ、はい、エビフライ120円。じゃあ、4つ、はい、スクイーズ1つだけ、1個1個だ。私鹿の天ぷらを2つお願いします。これって下とんかつかなんかですか？違う、これね、魚のシイラ。あ、シイラのフライ。これシイラっていくらでしたっけ？シイラ90円。あ、じゃあ僕それを3つお願いします。720円。それからコロッケ3つ240円。それから魚が2つやったかね。魚 3つです。はい、270円達成。あと芋の天ぷらを4つお願いします。芋天って1個いくらでしたっけ？芋は量りよりでね、1つやっぱり60円くらいになるかな、大きかったら。あ、わかりました。はい、はい、あ、じゃあ10個入り2つお願いします。ありがとうございます。はい、すいません。全部で1900円。ドンシェイク。はい、すいません、1900円です。あんたもバカやね、ほんとに。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。あ、袋いらないですよ、近いに。え、そのままでいい。はい、全然大丈夫。どうもどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、ということで本日天ぷら水口さんで買ってきた食材はこちら。こちらシイラのフライ、コロッケが3つ、エビ天が4つで、イカの天ぷらが2つ、エビフライが4つ、たこ焼き10個入り220円が2つです。何色の？お名前は教えてください。タイガくんです。こちら全部でお会計なんと1900円。めちゃくちゃ安いっす。はい、そうしたら今からダツキちゃんにこちら食べていってもらいたいと思います。まずたこ焼きから。これ220円10個入りやったらめっちゃ安いんですよね。うん、うまっ。うん、柔らかっ。うん、うん、すごい柔らかっ。次、はい、次はエビから。ここにソースある。マヨネーズだけ。本当にサコサコ、白ご飯欲しい。こちら水口さんの天ぷらなんですけど、本当にご飯とも合うし酒とも合う。僕が小学校中学校時代からねお世話になっている天ぷら屋さんで、本当にめちゃくちゃ美味しいんです。うまっ。めっちゃ大好き。うわ、めっちゃ大きい。すごい大きいでしょ。長っ。うん、うまっ。はい、ということで今からこちらシイラのフライ食べていってみたいと思います。これね、水口さんだったら一番僕おすすめ、本当に。まずこちらとんかつソースとマヨネーズを結構がっつりめにつけます。白ご飯。うまっ。うん、芋の天もサクサクで本当にうまいっす。この動画は高知県から、チャンネル登録よろしくね。それではまた会いましょう。